ここは東京築地にあります朝日新聞の本社前です。10月の20日お昼過ぎ、このビルの15階にあります役員応接室、ここで新右翼のリーダー的存在であります野村修介さんが隠し持っていました2丁の拳銃で自殺を図りました。野村さんといいますと、昨年タレントの横山やすしさんとともに風の会を作り選挙を戦っていました。その人が一体なぜこのビルの中で、まして拳銃で自殺を図ったんでしょうか。12時、40分前後だったと思いますけれども、彼はその朝日と差し違えっていうようなことを言っておりまして、そのまま立ちましてね、皇居の方向を向きまして、要配というんでしょうかね、ちょっとなんか口走っておりましたけれども、そちらへ頭を下げた後、あぐらをかいた形で、座りました。それで拳銃2丁を両手に持ちまして、両脇腹という感じでしょうか。でそこに当てて、同時にその発射したと。野村修介氏は1963年、当時の建設大臣だった河野一郎氏の私邸を焼き打ちし、77年には経団連本部を武装占拠。その後も新右翼のリーダーとして活発に活動を続けていたが、昨年6月芸能人著名人の支持のもとに参議院選挙出馬のため風の会を結成した。現代に新しい風を吹き起こす、場合によっては私はそこで矢折れ刀尽きて倒れようとも何ら食えるとこはありません。これに対して週刊朝日が風の会を白身の塔と皮肉ったイラストを掲載。これに激怒した野村氏が朝日新聞社に対し抗議を続けていた。この野郎と思ったね。これはね、要するに言論の暴力です。そして1年、昨日10月20日朝日側が謝罪する形でシンポジウムが行われ、この問題は一応の決着を迎えたかに見えた。野村さんが亡くなりました。野村さんの一死を決勝進出の近くで黙祷を再開しております。黙祷。実はひょっとしたらというとおかしい誤解を受けるけれども、ああいう方ですから本当に命をかけろというかかける方なんでね、というふうに、まあでも一言、僕も一応年下なんだけれども友人なんで一言言ってもらいたかったなと思いました。今日発売される野村修介氏の著書の表紙には遺書という文字が刻まれており、また昨年1月にはすでに野村氏自身の墓も作っていたことから、今回の自殺はかなり前から決意していたことと思われる。